はい皆さんこんにちは、えー、レクセンにこちの森間です、えー、今回はですね、えー、今年合格されたあ合格者の方を招いて、えー、対談をしていきます、えー、皆さんもですねいろいろ合格のアドバイス、えー、合格このようにすればできるんだいろいろですね聞いていただければと思います、えー、よろしくお願いしますよろしくお願いします自己紹介お願いしますはい本庄ゆかと申しますよろしくお願いいたしますはい、えー、本庄さんですね、はい、で本庄さんあのただ受かっただけではなくて総合順位がすごいんですよね何位ですか 今回2位でこちら成績表があ見せてもらえたんですがあ午前の部も2位午後の部が択一8位ということで、えーまあ、この択一の成績もすごいんですけれども総合も2位ということで合格できたということですね。えー、このように私の携帯使用書士の講座これを受講して今年2位で合格した本庄さんのほ、ね、うに、ん、いろいろ聞いていきたいと思いまますすおお願願いいしします。お願いします えーでは本庄さんは勉強はいつ始められました？はい、一昨年の十一月に司法書士の講座に申し込みをしました。うん、はい。じそこからも八ヶ月ぐらいで一回目の本試験がやってきたわけですね。はい。で,、ねでえー、それからあー経済司法書士の講座の方で今年合格したとということですね。はい。はい。はい えとなかなかこう8か月チャレンジしようという方は少ないと思いますけれどももう受かろうってつもりで最初始めたわけですかそうですねはい、はい、それでもやっぱりこう届かずという感じで、えー、なかなか1年目やっぱり成績が伸びなかったわけですね、はい、成績の方は模擬テストとかどれぐらいでしたあ全く基準点にも届かなないような感じだった やっぱりその辺りのこうポイントよくいていければと思いますがまずこう勉強を始めるきっかけってありましたはい勉強を始めたのはあの2年前に家族を亡くしまして、はい、それで相続の手続きを自分でしなければならないってなった時に、うん、とても精神的に負担に感じたんですね、はい、それで助けが必要だなって思ったことから司法書士という選択肢を考えるようになりました。 なるほどその亡くなった家族を亡くした方があこう悲しめるときは悲しめるように手続きの方はしてあげたいと、はい、こういう気持ちですね。はい、えそれでじゃあこれから例えば実務行ったらこう登記とかそういうのもやりたいという感じですかね。そうでですすね力になって差し上げたいです、はいはい、でそれで勉強を始めたということですがで、えー、1年目これはもう講座についていくのが精一杯というか講座消化できました8ヶ月でででききままししたたヶ月せん最後まで動画を見ることができませんでした。はい でそれでもう一年目の試験を受けたわけですが、その後こう私の携帯小書,書士の講座の方にこう申し込んでくれたわけですが、当時こう住んでいたのが浜松の方ですか。はい、そうです。それで名古屋のこう公開講座の方にもお越しいただいたんですよね。はい、先生のあのガイダンスに出席させていただきました。はい。でそれで携帯小書,書の講座を始めたということですね。はい。で講座の方はどのように聞かれました。 卓、まあ、一対策と記日対策があったと思うんですがまず卓一対策ですね携帯司書士でいうと1巻目から4巻目が卓一対策になるということではあるんですがこちら、どのように使ってましたテキストと講座の方はそうですねまず動画を拝見して、うん、それで該当箇所の携帯司法書士を1周まず見まして。はい そこからテキスト9か月即習講座のテキストに戻り、うんええ、で足りないところをレジュメで貼り付けたりして補いながら、ええうん、復習をしましまたなるほど携帯小書締を使ってで、ええ、まあレジュメも出してましたからそれも貼り付けたり、はい、で基本テキストに戻ったりというところですね。はい、で講義を聞いた後復習の時間ってたっぷり取りましたたっぷり そうですね。自分なりにたっぷりとっていたつもりです。えっ、えはい、と、授業の方はどうでした。授業はとてもわかりやすくてですね。ええ、あの。突然対話形式の、ええ、あの。解説が。森山先生の対話が始まるので。ええ、それがとてもわかりやすくて。こう。 法律の文章ってすごく堅苦しくて分かりにくいんですけど、うん、先生の体に直していただくと理解しやすくて覚えやすくなりましたそうですねどうしてもこう法律の判例とかって堅い文章で書いてありますけど当事者同士の揉め事ですからね、えー、講義の中でもなるべくこう当事者の感情移入できるようにこう役割をやってですね対話形式で。 えまあ講義をしたりしてますけれどもそんな感じで講義を聞いてもらってで復習はこの携帯司法書士をがんが覚えていく感じでしょうかね。そうですね、はい、復習したあとも携帯司法書士はずっとも繰り返し繰り返し見ていて大体1か月で全部の科目を一周できるようにはししていましたね、うんえーうん、なるほどで覚える時のコツってありますか似てるる知識を比べるだとか あ,あ、それも講義の中で森山先生が言ってくださるんですけど、ええ、似てる知識とか。間違いやすい知識なんかを近くにメモしておくようにして。ええ、それで覚えるようにしてましたね。はいはい。で、この携帯証書士は、あ、これを使って、こう覚えてくださいって話をしてますけれども。まあ、いろいろ、こう講義でお話をしたようなことを書き込んでくれたり、つけてくれたり、こうしているわけですよね。はい。で、えー、そうですね。 あ、講義で書いた図なんかもちゃんとメモしてくれている,<あ>るんですよね。はい、そのまま。はいはいでえー、これまあ今ちょうど赤シートが入ってましたけど、こういうのも使いました赤シート使ってましたね。うん、はい。で、えー、覚えた後ってどんな感じで覚えます例えばこれを見て覚えるだけではなくて、よくこうソランジを<う>られるようにしなさいって話をしているんですが、はい、そういうことはしました はいやってましたその犬の散歩中にずっと犬に説明するようにしながら、うん、あの講義の内容そして携帯司法書士に書いてある内容を説明できるように繰り返してました、うん、それはいいですね犬の散歩中だとどうしてもこうテキストに頭の中でしか戻れないですからねで犬に教えてる感じですかそうですねはい、はい、<laughs> それはいいですねあのやっぱりこう 何も見ないで思い出せるようにするというのは究極な状態だというふうに私も思いますからあのどうしてもこうテキストに頼っているとあの本試験の現場ではテキストないですからねそれをこう最初は赤シートで、えー、この空欄になったところだけ思い出すで、えー、だん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 こう思い出せるようになったらあの犬の散歩中でも思い出せるように犬の散大体30分から1時間くらいなんですけど。うん はいその間はずっとじゃあ例えば思い出す作業をしたり <laughs> 勉強のことを考えていたりする感じですかねそうですねほとんどの時間ははいあの合格者の方は結構そういう方いますねやっぱりこう体を動かしながら勉強するっていうのも一ついいことですよねでもう一つはあの何も見らんない状態の中で勉強するということですから、うん、本当に自分だけが頼りになりますのでそれは非常にいい勉強だなというふうに思いますねで携帯使用書士の講座では。 あの記述対策もあったと思うんですけどこの記述の解放というものを身につけたりだとかひな型を覚えたりだとかするようなことについて講義の中でお話をしましたけども、えー、記述対策はどのようになされました携帯、はい、司法書士の講座で森山先生になったらどのように解くかということを実演してくださるので、はい、もうその,そのまま私も取り入れるようにしていましたね。はい まず講座の方ではひな型の練習しましたよね。はい。携帯指導書籍のこの五巻六巻がひな形になりますけれども、このひな型の方はしっかり覚えました？覚えたつもりです。はい。これがひな型ですね。これどうやって覚えました？あか描きました。書きました。はい。何回も何回も。一度は全部書いて、ね、苦手なところは何回か。はい。書いて、これは使いました。 使いました,れましたこれ隠してやっぱり思い出せるようにしていくということですね。<laughs> はい、でひなを身につけたあとはそのひなをどうやってこうえ本試験でえ書けるかということですから今言った解放の問題になりますよね。はい、で期日の講座の中ではあいろんなこう解放話をしましたけども不動産登記商業登記に関してその解放を取り入れて本試験で使ってくれたということですかね。そうですね、うん、はい で例えば私の講座なんかではなるべくこう、えー、別紙ですね、まあ、いわゆるこの答案構成用紙これにするメモはなるべく極力少なくしましょうなんてお話はしておりますねやっぱり本試験時間がないんですからねでここにこう時系列なんかを書いていってしまいますとやっぱりそれだけで時間ロスしてしまいますから、うん、なるべくこの本庄さんのメモを見ていただいても本当にこう必要最小限のメモで本試験切り抜けてるなとこんな感じは受けますね。 あの模擬テストとかも、えー、通算してこんな感じでしたメモはそうですね、はいうんでえー、これ商業登記ですねで、えー、こんな感じでやってるとで今回、えー、本試験のですね答案、えー、こちら問題用紙実際使ったものを持ってきてくれたんですがあ記述に関して見ていただいてもやはりこう私が教えた通りにやってくれていて。 でえー、これはあれですよねはい講義でおあのそ,のままそのままでです講義で教えていただいたそののまま公開会社に罰をつけてこれ非公開会社だと、はい、で丸をつけると公開会社ということですね、はい、まずこの別紙地を見たときには公開会社かあそれからあ株券発行会社かとでそれから取締役会設置会社があるかどうかこういうことをチェックしろという話をしましたからそこからのスタートということですね、はいでえー、それからもうなるべくこのですね。 えー、まあ、こ,こういうのもそうですよね。これもなるべくこう、えー、何を、えー、回答しに書くかってことも、ここにメモしなさいというお話をしましたから、その通りやってくれたということですね。で、えー、そうですね。するあ、この辺りもそうですね。本人確認なんかもこう。本人確認と。 書いて通数なんかをきちんとチェックしましょうということですね。はい、で、印鑑証明があったら戻って消すわけですよね。はいはい。<laughs> その順序通りにやってました。はい。なるべくこの解放は順序をつけてやっていくということが大事かなというふうに思いますね。で、えー、それからせっかくなんでこちらですね、本試験の用紙がありますが、卓一については、えー、まあなかなかこう上位の合格者のですねメモなんかも見ることが少ないと思いますから、ちょっと見せていただくと。 これあれあですよね、えー、2つしか選択肢解いてないということですね。それでも回答できたら次にいってしまうということですね。はい、で、えー、それからこの問題文の中にこのスラッシュを入れてますけど、これはどうしてですかやっぱりこう見落としがないようにということと、うん、あとは理解のしやすさのためですね。なるほどで、それで例えば、部分部分でちゃんとチェックしていって、問題を解いたということですね。はいはい で、えー、ケアレスミスがないように大きくバツなんかもつけてますね。はい、どちらか間違えたことがあったので、えー、はい、それ以降それを気をつけてやったということですね。はい、えー。ということで、あのー、こんな感じで回答をして、えー、ケアレスミスは減りました。ずいぶん減りました。はい。やっぱりケアレスミスがあるというのは一番こうもったいないですから、なるべくまたケアレスミスを防ぐような努力って必要かなというふうに思いますね。はい。えー、このように。 ええまあ講義を聞いていただいて、えー、その講義が9月から始まって、えー、まあ今年の講義を今年の合格目指して講義が始まって、えー、最初こう年内ですね、いわゆる受験生の12月まで、で年明けになったらあと6ヶ月7ヶ月になるぞとこんな状況ですがそのあたりからこう討論が始まったわけですよね。はい。でそれまではもう講義についていって、今言った復習をしていくので精一杯な感じでした。はい、そうですね。過去問もできませんでした、はい。過去問もほとんどできていませんでした。 過去問は年明けやってからって感じですかね。はい。で最終的には過去問も解いたわけですよね。あ、はい。過去問はやっぱり重要ですか。過去問重要だと思います。はい。うん、毎回何回か繰り返したんですけど、毎回違うところが違うところに気づくようになったので、とても有効だったと思います。違うところに気づくってどういうことですか。あのー。 こう注意するべきポイントが毎回変わっていくのを感じたのでなるほど<あ>この辺に注意しなきゃいけないけど前気づいてなかったとかあそうです、はい、ここ覚えてなかったとか、はい、この選択肢ここにポイントがあったんじゃんとかそう、はい、いうことにいろいろ新しい発見があるわけですね、はい、やっぱり過去問題何回も何回も解いても新しい発見があって尽きない感じですねはいそう思います。何回ぐらい解きました あ10年分の過去問を大体34回くらい解いたと思います。うんうんはい やっぱり過去問も重要で、年明けからはやったということですね。はい、で、それから、あのレックの方の答練、これを一月以降受講してくれて。はい、この答練がですね。え、一月から科目別で始まったわけですね。はい、この科目、科目別答練の使い方っていうのは、どういうふうに使いました?。はい、毎週答練で出題される分野があらかじめ分かっているので。うんうん、その分野のテキストをまず読んで。うん、それで答練に臨みました。はい。過去問はそこで解いたわけですか?。 そうですね。その時に予習として解いていました。で予習として、えー、テキスト、はい、過去問、えー、それで答当を受けるぞっていう感じですね。はいはい、で、当連の方はどのように受講しました？これは自宅で受講したんですか？ああ、はい。答連は自宅で受講していました。はい。はい、時間測って解いて。はい。手応えとかどうでしたうん？ちょっと難しいなというふうに感じました。ええー。当連が難しくてこう。 諦めてしまうって方もいるんですけど難しくて頑張ろうって感じですかそうですね悔しかったので知らない分野を問われて、うん、新しい知識が必要なことに気づいたので、うん、いい刺激になったと思いますで、その間違ったところは覚えようってつもりで受講したわけですね、はいはい、復習とかってどれぐらいしました当連の当連の復習はその日のうち、うん、もしくは次の日十二なので、うんまあ 一日くらいですかね。あ、それはいいですね。やっぱりこの通れを何日も何日も復習して大事なテキストだとか過去問が進まない方もいますから、やっぱりこう、えー、きちんとですね、通れはその日のうちに間違ったところを復習するっても大事ですね。で、それをテキストに戻りました。そうですね。不安なところとかわからないところはテキストに戻るようにしてました。ええ、書き込んだり。はい。でこのあたりに、えー、こう携帯小説なんかにもこういろいろ書き込みがあったりだとか通れの えこういうのをつけてた、え、り、ーはい、だとかはその復習の時にやった感じですかね。はいそうですすすここの間違ったたところをつけたんでででかはいそうです、はい、で書き込んだりつけたりしてこうやってテキストに戻るといった感じですね。はい、でそんな感じで1月からあの科目別に進んでいったこの科目別ってよく受験生に言われるのが1週間で次の科目次の項目にいっちゃうからなかなか時間がないと。 え大変だということはよく聞かれるんですけれども、とにかく必死でついていった感じですかね。そうですね、はい、やっぱり大変でしたで。忙しかったですね、はい、<の>大変でした。忙しいでね、はい、はい。でそれで三月ぐらいまで冬練、えー、受けて、そのペースに合わせて勉強してきたということですね。はい。 で4月いいよいよ直前期ですね、はい、でこの辺りで成績が伸び悩んだと聞きましたけれどもそうですね、ええ、あのコンスタントに30問以上取るっていうことができないのが少し不安だったので、うん、その時には少しノルマを緩めるようにして、うん、過去問の文章とか解説とかテキストの文章を結構ねちっこくアンダーラインを引いたりしながら読むようにしていました。なるほど 成績が伸び悩んだからより丁寧な勉強をしたということですか。そうしました。はい、あ、そのメリハリが大事だったのかもしれないですね。うん、1>, 1月から3月までどうしてもこう忙しく遠雷に追われてやって、でそれはそれで重要なんですよ。あのどっかでガツンとやらないと進みませんからね。で4月以降、その、うん、成績が伸び悩んだときにきちんと丁寧にやっていこうと思ったということですね。はいはい、で、えー、4月以降、これはどんな勉強をしました？もう直前期ですけども、やっぱり過去問とか。 今までの当連の復習とかテキストの読み込みとかそういうのが中心になる方が多いですがどうだったんでしょうかそうですね過去問も並行してずっと解いていましたし、うんええ、テキストを通読するように心がけましたただ飽き性なので、ええ、テキストを通読する前に、うん、あの平成分の過去問を10文ぐらい解いてから、はい、テキストを読むようにしたりしていましたそれはもう飽きたから 過過去去問問ににに飽きたたかかからテキスト行に行ここううとと自分の気持ちに任せていいいんです、ね、あそうですすそ、はい、なるほどそれはいいですね直前期やっぱりやりたいことをやるっていうことが大事でよくインプットだとかアウトプットどっちが中心がいいですかということをよく言われるんですけれどもやっぱりこうインプットに飽きたらアウトプットアウトプットに飽きたらインプットみたいな感じで適宜そのメリハリをつけたのが良かったのかもしれないですね。であのその直前期ですかねこちらは、えー、予定表も持ってきていただきましたけれども。 えー、すごいびっちりと書いてたくさん勉強してくれたなっていう感じがするんですけれども <laughs> えこちらには何が書いてあるんですかこれその日すべきことをま,あまず書いてあの午前中は過去問の年度別のものを解いて、ええ、その後はやはりさっき言ったように過去問を解いてからテキストを読むというものを書いてると思いますね。わかりました、えー、っと例えばこれがその 科目あのあれです年度別過去問ですね。はいはい、はい、年度別過去問で、これが何点取れたかってことですか？あ、なるほど。<laughs> あの直前期はやっぱり年度別過去問がいいと、私も常々言っております。けれども、あのやっぱり項目別の過去問だと直前期、えー、ある分野に偏っちゃいますから、この年度別過去問を解くことによって。 やっぱりいろんな分野に触れられるし、えー、この飽きずに勉強できますし、それからあの模擬テストのように当連が使えるってメリットはあるかと思いますね。<ー>で、このようにまああの解いた後でこの辺りでテキストの復習ですか。民法十回目のテキストとか書いてありますけど。はい。民法十問解いてからテキストしようっていうことです。あ、民法十問解いてテキスト。はい。はい、で不動産十問解いてテキスト。はい。で共宅を十問解いてテキストとこんな感じですね。すはい。ってことは例えばこのこれがあれですね。四月の十 ですかね、この日はもういろんな科目を勉強したということですかね。あ、はい、そうですね、直前期はできるだけいろんな科目に、うん、触れるようにしてました。なるほど、で、えー、っと、こうやっていろいろ見ていくと。このビデオっていうのは何ですか。あ、すみません。動画を見るっていうことなんですけど。これはあれですか、あの講義の動画。あ、はい、解説の動画を、はい、はい。あ、じゃ、直前期も、この自分の勉強一本やりではなくて、何か講座の動画を。 そうです見たりとか、ね、はい模擬テストの動画見たりだとかいうことですねはい、はい、ありがとうございますで、えー、こんな感じで直前期をを過ごしてき、えー、たわけですけれどもこのお一番辛かった思い出とかってありますはい、うん、やはりあの同級生とかが出世したり社会的に意義のある活動をしたりっていう中で、うんうん、自分が 社会から離脱して一人であのいるっていうことが自分の時間が止まっているように感じたのでそれがとても辛かったですね、うん、それはどういう気持ちで乗り越えましたやはりあの家族の支えがあったことはとても自分にとって恵まれたことだったと思うんですけど、うん、あとは私も家族を支えているというふうに自覚することによって、うんうん、乗り越えたんじゃないかなと今は思います。なるほど あのやっぱり辛い時期だったかもしれませんけれどもあの、まあ、外の人は進んでいるかもしれないとでも自分には家族いるしで、えー、それでこうしっかりやっているんだといった形ですよね。で、えー、そんな感じでこう辛い時期がありましたけれども、えー、こちらもう1個持ってきてくれたのが私の書いた本で、えー、司法書士試験暗記の力技100ですね、まあ、語呂合わせが載っていたり。 えそれからあの横断整理の図表なんかもたくさん載ってますから、はい、いろんな角度から勉強できるようにしたんですがこちらはどのように使ってたんですかはいあの購入したのがちょっと遅かったので、うん、全てをあの暗記するようにはできなかったんですけど、はいえー、苦手な分野とか横断整理したい分野をお風呂で眺めたりしながら使わせていただきました、うん、これお風呂でやってたんですかはいそうですビニール袋に入れて、えー、あジップロックに入れて、えー、はい なるほど。あのやっぱりその気分転換も兼ねてお風呂で、まあ、この本自体が気分転換だと私は思ってるんですけれどもふこう勉強している中で語呂合わせをやったりだとかあるいは横断整理をやるってことはあまり少ないですよね。はい、そういういいいいのもまあ取り入れれてて飽きたた時にやっていただければいいかなということなんであのすごくいい使い方してくれたと思ってありがたいなという感じではありますが。 でえー、お風呂長いんですかお風呂30分くらい入ってますね。机の上で勉強するというよりはも犬の散歩をしたりもうお風呂入ったりする時間がもう勉強時間という感じですかね。で、えー、このように、まあ、いろいろ勉強して直前の模擬テスト、えー、こちらはどのように受験しましたこれもやっぱりあのじ、えー、近くにこうレッグがないですからあ、はい、あの家でやった感じですかあいいえその時には名古屋港まで 通うようにしてそれは新幹線ですかはい、新幹線で通ってましたはい、はい、あの本試験の試験会場は新幹線で行かなくても大丈夫だったんですかああどちらでもいいけど新幹線で行くぐらいの距離ですなかなか大変ですねそうなんですじゃあその本試験も遠いし模擬 <laughs>、はい、テストも遠いんで一応そこも練習になった感じですかねあそうですねはい、うん。やっぱり模擬テストは通学して良かった点ってあります やはりいろんなタイプの人が周りにいる状態で本式のべんあの練習になったというのは良かったと思います。うん、うるさい人とかですか？そうなんですよね。<laughs> <laughs> すごくあのいやいや大きな音を出してめくるページをめくる方とか、えー、あとはこう周りの道路を走る車の音とかが大きかったりしても動揺しないようにと思って。 望みました。はい。で模擬テストこう二年目は成績良かったんですよね。ああはい。テスト判定とかはいそうですね。はい。で、えー、本試験を受けるときに、はいえー、例えばどういう気持ちで望みました？模擬テスト模擬試験と同じようにするように心がけました。模擬テストでいい成績だったからその力を出せればいいんだと。はい。緊張しました？緊張はしましたね。はい。うん。 緊張したけれども模擬テスト同じようにやればいいんだって言い聞かせた感じ。そうですね。うん、もう何から何まで食事からこう時間配分からすべて同じようにしていれば大丈夫だと思っていました。なるほど。じゃあ逆に言うと模擬テストの時にいろいろ作戦決めて、はい、お昼はこれ食べようとか、はい、ええ午後の部はこういうふうな順番で解こうとか決めていた感じですよね。はい、そうですね。お昼は何食べたんですか。お昼はあの。<laughs> 玄米ブランを食べました <laughs> 玄米ブラン、あ,あの <laughs> コンビニとかで <laughs> はい、そうですあなるほど何個かおにぎりとか、うん、パンとか、うん、試行錯誤飲み物も買えたんですけど、うん、やっぱり一番スッキリいられたものを本試験も選びました、うん、いやいや、そこまでこう気を使っているっていうのはやっぱりあの上位合格者の方はそうですよねもう服装から あの受けやすい服装だとか、力出しやすい食事だとか、<ー>そんな感じで本当に気を使っている方が、やっぱり受かってますよね。はい、あ、そうなんですね。うん、あの、こう腸の調子とかですね。えー、自分の体に結構敏感な方なので。えー、あの、気にしていました。食事も。なるほど。やっぱり食事気をつけている方って言って、チョコと。 なんかパンにあるとかバナナ食べるとかまあいろいろ試行錯誤はしている方多いですよね、うん、やっぱりそういう食事によって午後眠くならないとか力が出せるとか、うん、お腹痛くならないとか、はい、そんな感じで選んだわけですよねはい、はい、で、えー、その午後の試験なんですけれどもこちらも時間配分があ受験生の方って非常に難しいんですけれども卓一と記述どっちから解くとかいう作戦ってありました卓一から解くということは決めていましたはい、ええ 昨日はじゃあ何分ぐらいで解いた感じですか。だいたい五十分から六十分の間で解くようにしていて、ええ、ちゃんとそこ時間守って,って感じですか。そうですね。その間ぐらいだったと思います、ね。じゃあどのように時間守るんですか。あらかじめどこまで行ったら何分とか。あ、そうですね。だいたい民事訴訟が終わったらこれくらい進んでる、協託が終わったら十五分ぐらいになってるっていうふうに科目ごとに配分は決まってました。 それをこう時計を見ながらですか。はい、そうですね。で、それ時計を見ながらこう電車運転するように合わせていく感じですね。<laughs> はい。で、それでタ一を乗り越えましたと。とこれはなるべく遅れないに解くわけですね。はい。で、次期日に行くときに期日の解き方はありますか。不動産からやるとか商業からやるとか。ああ、決まっていなかったです。その時に、うん、あ午後の分が始まったときに期日まですべて目を通してどっちから解くかっていうのは決めるようにしてました。うんえー どっちかから解くんですか簡単な方ってことですか簡単な方からはいなるほどどっちかが簡単でどっちかが難しいってことが多いですからねそのやっぱり、えー、当日あの総合で点数が取れればいいわけですから、うん、なるべくこう簡単な方から解くって理想ですよねで簡単な方から解いてそれは切り上げました例えば解ききらなかったりとか、まあ、簡単なのはちゃんと選別眼があれば解けるわけですかね。1時間ぐららい経ったらもうう商業に行こうとか そういうふうに決めてはいましたああそうですね1時間経ってもできなかったら切り上げようというのは決めてましたなるほどであとは難しい方の科目もやって、はい、で、えー、それで、えー、午後の部を乗り越えたと言ったことですねはい。はい、で、えー、まあそんなところで、えー、本試験迎えたわけですが本試験手応えってありました受かるなとかあ うんそんな確信はなかったんですけどいつも通りかなという感じはしました。うん、はい。その後はあまり勉強されてないんですか。はい。<laughs> はい。で今は研修行ったりしてるわけですよね。はい。そうですね。研修は楽しいですか。とても楽しいですね。はい。何が楽しいですか。こうやはり紙の上での出来事が実際に起こってるっていうのが一個一個,一個感じられてすごくやりがいがあることを感じます。 あ、それはもう本当に実質的な意味で楽しいって感じなんですね。そうですね。うん、はい。よくまあ研修楽しいっていうとなんかいや毎日飲んでて楽しいみたいな方も多いですけど、<laughs> 本当にこう仕事がこれから楽しみですね。はい。どのような仕事志になりたいですか？もう事務所持ちたいとかですか？あ、そうですね。将来的には自分の事務所を持ちたいなとは思うんですけど。うん、はい。いろんな人を助けたいと。はい。はい。青年貢献とかもやってみたい感じですか？ そうですね、はい、うん、もう身近な人の力になって差し上げることができるなら何でも今はしたいと思っています。うん、はい、なんかいい事務所が作れそうですね。<laughs> これからあの司法書士を目指そうという方に対してこうアドバイスとかあります？はい、あのさまざまな環境下で皆さん勉強に励んでいらっしゃると思うので、あのぜひ。 歩みを止めずに、このまま本試験まで突き進んでいただけたらいいんじゃないかなと思います。はい。あのー、本庄さんも諦めたくなった時ってありました。ああ、諦めたくなったことはないですね。はい。もうそれより、やっぱり、今の話を聞いていると、強い気持ちがあったわけですからね。はい。はい。え、はい、え、司法書士にこう、どうしてもなりたいんだと。えー、いろんな人を助けたいんだという気持ちが、それを乗り越えさせたのかもしれないですね。はい。 今日はあの有意義な話を本当にありがとうございましたありがとうございました